戦いで生き残っていくためにはそれを測る。へえ、一人だけ勇気やんねえ。では頼む。午前の授業が終わった。やっほー、今日は何食べよっかな。なんだ？行こう。どこへだ？午後はまた訓練だったな。そろそろ自販機群にも慣れてきた。今日は一体どんな訓練をやらされるんだろうな。あの知れま十分に。今日は3対3のチームに分かれて戦ってもらいます。朝倉さんの外角をさあ。
こいつはなんか手応えがあるんだ。お疲れ様でした。かやもりさんチームの勝ちです。さっす朝倉で数値だけで歩み寄らなくていいと思う。次は茅森、朝倉、東条のチームと泉、相川、国見のチームで競ってもらう。今度こそ負けへん。開けろ。ま、こんな感じ。お疲れ様でした。かやもりさんチームの勝ちです。
お疲れ様でした。やりました。これが勝つという喜び。まあぜになってたショップに行ってみよう。ここだったな。いらっしゃいませ。あら、どうされました？商品の。お値段通り。ショップのショップ音か。図書館開いてるかな。よう、つかさっち。こんなとけ。今日も一日。